東京ドームです。阪神タイガース対読売ジャイアンツ、この試合の模様をお送りいたします。タイガースの先発はエースのメッセンジャー、対するジャイアンツの先発はエースの菅野、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右のメッセンジャー登板です。今日はさあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは坂本。第9投げた、打ちました、ファウルボール。第2球投げた、決まってストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、ストライク、空振り三振、坂本三球三振。左バッターボックスは2番吉川。第9球打ちました、ボテボテの当たりはセカンドゴロ。鳥谷ボールを掴んだ、一塁へ送る、一塁はセーフ、記録はヒットになりました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。投げました、打ちました、ファール。第2球投げました、低めボール球打った、1・2塁間への当たり、1塁送球アウト、ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。第1球投げました、初球高速スライダー空振り。さあ、次の投球、このボールも空振り、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、縦のカーブ、空振り三振、マギ3球三振に倒れました。先ほどのプレーです。ジャイアンツ右の菅野、マウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは鳥谷。ストライク、いきなり152キロ、初球空振りから投げました、ボール。第3球を投げた、決まった、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから第4球を投げた、打ちました、スタンドに入りました、ファール。投げた、打った、第6球を投げた、打ちました、1・2塁間の当たり、バット取れない、ライトからファーストへ、鳥谷いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは2番糸原。第9投げた、初球はストライク。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、ここで送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、一塁はアウト、ランナー二塁に進みました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。直球見送ってストライク。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、決まってストライク、変化球にキレがあります。投げた、
打ちました。セカンド左への打球、吉川取った、セカンドから一塁送球、アウト。さあピンチが続く場面で迎えるバッターはロサリオ。第1球投げた、危ない球。第2球見送ってストライク。第3球を投げた、打った、サード左抜けた。タイガース、まずは1点先制、1対0。ロサリオタイムリーツーベースヒット。ジャイアンツなおもピンチが続きます。第1球投げた、ワンシーム見送ってストライク、危ない球。第3球は打ちました、一、二塁間のゴロ、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして1対0。2回の表1点を追いかけます、ジャイアンツの攻撃。この回のトップバッターは岡本、投げた、打ちました、初球打ち。鳥谷ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番亀井。第1球初球を打ちました、レフトへのフライになった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番中井。第1球投げました、打ちました、ファールボール。投球これから2球目、空振り。第3球153キロ直球、空振り三振、中井。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは中谷、投げました、初球決まってストライク、いきなり151キロ、投げました、アウトロー、際どい球、ボール。投球はこれから3球目、ストライク。第4球を投げました、フォークボール、見逃し三振。バッターは7番大山。第1球決まった、ストライク、いきなり150キロ、初球ストライクから投げました、2球目ストライク。追い込んで第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打った、岡本掴んだ、ベースカバーに入る、菅野取ってアウト。バッターは8番坂本、見送ってストライク。さあ次の投球、投げた、ボール、アウトローへ。投球はこれから3球目、アウトコース空振り、追い込んでいます。第4球は外れた、ボール。さあ5球目、低め、空振り三振。最後3回の表、1点を追いかけます、ジャイアンツの攻撃。この回のトップバッターは小林。ジャイアンツここで一つ形を作りたい。投球これから2球目、打ちました、フラフラっと上がった、ピッチャー落下点に入りました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー菅野、投げた、打ちました、ファール。初球ファールから投げた、ストライク。追い込んでから投げました、見逃しの三振。ここは3球で仕留められました。打順はトップに帰って坂本、ジャイアンツ最後のバッターになるのか。初球を打った、センターの右にボールが上がっている、掴みました、試合終了。メッセンジャー見事な完封勝利、ジャイアンツ1点差に届かず敗れました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく。